秋田市、千秋公園秋田市は、秋田県の沿岸中部に位置する市。秋田県の県庁所在地で、中核市に指定されている。市政施行は1889年。日本で最初に、市政施行された31都市のうちの一つである。1997年4月に、東北発の中核市に指定される。秋田県の県庁所在地であり、同県の政治、経済、 交通の中心都市である。久保田藩時代から城下町として、また土崎港は北前船の寄港地として栄えた。土崎地区には秋田港があり、秋田火力発電所を代表として工業団地が広がる。また、八橋寺内地区を中心として国内最大の油田である八橋油田が広がる。高速交通網としては秋田駅を発着し、 東北新幹線を介して、東京駅へ直通する、秋田新幹線、小町、国土交通省から空港法第4条に基づく、特定地方管理空港の指定を受けている、秋田空港、また秋田南インターチェンジ、秋田中央インターチェンジ、秋田北インターチェンジを中心に、秋田自動車道、日本海東北自動車道が整備されている。小泉義太郎羽生市塾五代言。 野口義武大久保鉄作井上之、司居、港鶴吉鈴木安高村地忍加谷長蔵小玉清介竹花雄吉川口大輔荻原林次郎高田刑事石川連次郎佐竹高久、小住市市議会選挙は、統一地方選挙として実施。秋田県議会衆議院日本海側機構であるが、当期の降水量はそれほど多くなく、最多月は7月。 最小雨決は2月である。前述のように冬季の降水量が少ないことや風の強い海岸部にあることもあり、平年の降雪量は3 7 7トル、最新積雪は3 8トルと、どちらも東北日本海側としては少なめである。1888年に引く、摂氏24.6度を記録しているが、通常冬季は、鈍天が多く放射冷却が弱いため、 平均最低気温は、北関東の宇都宮市や水戸市と同じくらいである。平成になり摂氏10度を下回ることさえ、ほとんどなくなり、低、摂氏10度以下の気温を観測した年は1990年と1999年のみである。夏季は高温多湿でどんよりとしており、秋田市より低緯度の仙台市や、北関東の那須塩原市や北茨城市よりも、 平均最高気温や非平均気温が高い。梅雨明けのないまま秋を迎えることも珍しくない。太平洋側から吹く季節風は大雨山脈の山々に遮られ、フェーン現象が発生することがある。1882年10月より観測された最高気温の記録の上位10位のうち9つの観測記録が1999年以降に観測された記録である。 秋田地方気象台は1989年9月26日に、秋田市内の八津橋運動公園から山王7丁目の秋田第二合同庁舎に移転している。復元された地蔵で二席川辺軍との合併2005年1月11日、秋田市は川辺町、伊遊和町を編入し、新、秋田市が誕生した。合併は、両町からの要請で行われ、 合併記念式典は同日、秋田市の秋田拠点センターアルベで行われた。秋田市役所の所在地も変更はせず、河辺、伊和の旧役場は市民センターとして活用されている。詳しくは、秋田市ホームページを参照。乱州市との友好を記念して設置された一つ、森公園内の遊戯帝市民サービスセンターその他、 コミュニティ施設その他秋田駅前の商業集積秋田市は秋田県内において一極集中型の主意都市、いわゆるプライメートシティである。県の主要な観光庁と秋田銀行、北斗銀行、秋田伊佐尾新報などの県内を主な活動拠点とする企業の本社が集中している。また、国の各出先機関や国際石油開発定石秋田工業所、 JR 東日本が秋田支社など県外に本社を持つ企業の支社も数多く集中。地域の行政、経済、産業の拠点となっている。秋田市内における高さ30メートル以上の高層ビルは2006年4月の時点で建設中のビルを含め145棟に上る。かつて存在した公営企業秋田市の指定金融機関は秋田銀行。 1960年代以降に廃止になった金融機関かつ県内金融機関同士での合併によるものは法人格上消滅した金融機関に限る。秋田駅高速自動車、国道一般国道主要地方道、一般県道自転車道かつては秋田市交通局が市内を運行していたが2006年4月1日に廃止され路線は秋田中央交通に譲渡された。 秋田市内の郵便番号は次の通り。秋田市立赤レンガ郷土館をはじめとする多種の博物館、記念館や美術館、多くのアウトドアスポット、さらに霧担保をはじめとする郷土料理など多くの観光資源を抱える秋田市は観光秋田維新を掲げて国内、国外からの観光客誘致に取り組んできた。2010年度から 秋田市観光アドバイザーに就任した吉井康氏の協力のもと市民参加型観光情報サイト秋田地の構築中国放送局を招聘し秋田地域産品と観光地の紹介を中国及びアセアン各国に衛星放送を通じて番組配信しながら秋田産品の販路拡大とインバウンド旅行開発を比較するなど様々な取り組みを行っているまた インバウンド観光客に対するスマートフォンの多言語観光ガイドの仕組みも構築する。名所、旧石私立建築物、第三セクター等建築物、県立建築物その他、天徳寺山道から草門を見る市内に現存する最古のレンガ建築。ありがとうございます。